まあ、常設支部、まあ、太田支部の道場できて、まあ、3ヶ月ぐらい経ちましたけど、ここまでどんな感じですか？ここまでですね。結構1月ここ5日に始めて、まあ、今3ヶ月ぐらい経ってですけど、うん、まあ、今まで公共施設ずっとその前2年間やってたんですよね。で2年間やってて、やっぱ入ってくる人って結構なんつうか他の格闘技やってたとか、やっぱ結構他の支部でやってたとか、なんかやってた人が多かったんですけど、ここを始めてから例えば60代の未経験の、まあ、女性の方とかね、50代ですげえ、なんか20代か若い頃にやってたけど、なんか2、30年ぶりに始めてやってきましたとか、ね、なんかそういうこう、まあ、未経験者だったりとか、めちゃめちゃ競技から離れた人だったりとか、まあ、競技、なんかこうバリバリやりたくないですみたいな、まあ、競技としてやってる、なんかこう、まあ、武道とか、まあ、運動とか、まあ、なんか昔からの憧れとか、なんかそういうので、まあ、うちの支部選んで入ってくれたみたいな、なんかそういう感じの人たちが、まあ、すげえ増えてきていて、なんかそういう意味ではめちゃめちゃやっぱ常設道場にしたことによって、こうメンバーのなんていうか幅が、ね、道場に、そうそう、幅だし、道場に求めるものの幅がめっちゃ増えたなみたいな、なんかそんな感じはすごいしますね。じゃあ、本当にあの競技としてやるってだけじゃなくて、うん、ライフワークとしてその空洞を楽しみたいって人もかなり増えてきた。あ、そう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 、なんかそう、まあ本当なんか道場っていうか、でもそのままですけど、道みたいな感じで、本当日常の一部みたいな感じで始めるのと、やっぱなんか公共施設って武道をやる場所じゃないじゃない、本来的に。まあそう、時にさ、なんかそこの本来的にする場所じゃないとこに武道をしに行くみたいな、多分ちょっとハードルあって、おこっちはもう武道をする場所だから、なんかそこのこう公共施設なりのハードルが、まあ、結構もしかしたらあったんじゃないかなと思う。なんかそういう意味ではここ始めてめっちゃ良かったなっていうのは常々、まあ今まだまだですけど、まあ言うても3ヶ月しかやってないしね、最初のところなんかすげえバタバタしてなんやかんちゃって感じだったんでね。結構練習中もなんか道場の前通る人が割とこう声かけてくれたりとか、それがきっかけで見学来てくれたりみたいなのも結構あるある。てか結構子供たちはね、これお母さんたちが結構見てるんで、ここ1階だしね、しかもこういう写真、まあこう今映れないと思うけど、まあ完全こう人が歩くところにこう面した1階のなんていうのこれ、路面店っていうこれなんで、まあめちゃめちゃ子供はとかお母さんとか見てますね。なんかチラシとかも置いてるんですけど、なんかチラシの減りとかもすげえ、まあ、月何十枚とかもう50枚とかバンバン出ていくんで、こうやって前公共施設とかでやってたけど全然ありえない状態だったんで、めっちゃなんか自然にこう方がここだけあるだけでよって広報が成り立つってのはめちゃめちゃありがたいですね。え、割と、ね、結構いいこと言った。大丈夫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 、別に疑ってはいないんですけど、道場生とかもかなりじゃあもう増えたっていう感じですかね。人数で言うと多分今15人ぐらい増えたよ。3ヶ月よね、今、うん、3ヶ月で15人ぐらい増えたんで、で、もともとここ、こう、常設に移動してきた時って40人ぐらいで、まあ、今55とか、まあ、そんくらいまで増えてて、もう結構、なんつう、他のこう、まあ、エクササイズとかね、そういうジムに比べたら全然その伸びってね、全然だと思うんですけど、まあ、こういうなんか割とすごいニッチで、まあ、なんか一人一人こう会話しながらやっていくような場所だと、かなりなんかいいスピードで増えてんじゃないかなって思うんですけど、まあもともと立ててた数、なんか一応目標の数字みたいな、助成金とかも取ってるんで、もともとなんか数字とか作ってるんですけど、まあ、それと比べてもまあ全然悪くない感じの人増えてるって感じですね。さっき別にあの選手クラスを目指さなくてもその空洞を楽しんでくれる人が増えたっていう風に先生言ってましたけど、逆にもう本当に北斗機目指したい、大会に出たいって人にとっても割とこう受け皿としてはできてきたって感じですか？受け皿はあるけど、いや今ね、まあ、そんな、まあ、でも今度の全日本もシニア1人一般1人出るけど、まあ正直その人たちってこう太田支部で育った人たち、まあオリジナルで育った人たちじゃなくて他の支部でずっとやってきて、まあ、お仕事の関係とかでこっち移籍した人たちなんで、なんかそういう意味ではこう今
もともとなんか素養を持った人が頑張れる環境みたいなのはまあすごいできたなって、まあ、それ作るためにここ常設やったっていうのもあって、サンドバッグとかまあちゃんと選手目指せるならそういうところを作りたいし、まあ、仕事やってる人ってあの平日練習来れなかったりするから、まあ、遅くまでちょこっと練習できる場所だったりとか、まあ、日曜日にこうまとめて練習できる場所だったりとか、なんかそういうのを作るために常設道場をしたっていうのもあるんで、なんかそういう意味では場所は環境は整ってきたと思うけど、まだその一から育てるみたいなとこはまあまだまだっつうか、まあやりたいって思う人が来てくれるかどうかによるんで、環境はあるけどそういう人はまあまだ出会ってないっていう感じですかね。まあ言うても3ヶ月だからね。でも今逆にそのもう本当にバリバリで本当選手でやりたいっていう人が今まあ少ない状態なので、うん、今もし例えば本当に全くの初心者からあの北斗鬼目指したいって人が入門してきたら、まあある意味世界チャンピオンの直接指導が受けられると。めちゃめちゃ育てるでしょ。 100% 育てる。全力でしょ。マンツーマンで育てる。マンツーマンでしょ。もう絶対北斗鬼勝たせるね。いやまあでも工藤で特に都内で常設ってめちゃめちゃ少ないからね、うん、まあ家賃高いからね、ぶっちゃけ都内ってそうね、そう結構リスクあるんで、そういう意味ではね、まあ、めちゃめちゃ育てたいって思いもあるけどね。でもなんか自分の現役の時とか思ったらさ、あんまり、まあ、俺も結構塾長にね怒られたけど怒られたけど、あんまりちょっとやりすぎてちょっと周りに周りをちょっと攻撃しすぎて怒られたけど、まあそこはブレずにやっていきたい。あんま競技大事だけど、競技だけじゃない人付き合いとかね、コミュニティの中での役割みたいなところは、まあ、そこはブレずにやっていきたいですけどね。まあなんか幸いそういう昔の俺みたいなちょっとなんか偏った人は、まあ、今いないから、まあなんかあんま気にせずやってるけど、まあそういう子が来てくれた時には、まあそれとはちょっと俺の、まあ、ちょっと反省も踏まえてしっかりやりたいなって思うけどね。いやすごい、あの19歳の時の中村支部長みたいにすごい尖った青年が来ても、まあ受け入れられると。まあそうよね。まあまず挨拶させる。挨拶してなかった。挨拶してなかった。昔。あなたしてなかった。まあ、俺はちょっとしてた、最低限の挨拶はしてたけど、まあそれ、あれが挨拶だったのか。まあ、会話はしてなかったですけど、人との挨拶は、まあ、オスはしてたけど、その後の会話は一切しなかった。まあ、だから、まあ、あのまあ空洞っていう武道を通じて、まあ、いろんな人が、だから選手を目指す人もそうだけど、そうじゃなくてライフワークとしてやりたい人も、まあ、こう成長していけるような場所にしていきたいと。いやそうよね。だって60、さっきちょっと言った60、まあ、4とか、まあ、60代の前半の方で入った女性の方ってマジ未経験だからね。まあ、昔空手やってたとかじゃなくて、すごいよね、ガチ未経験だからね。その人、うん、でもまあ今もう通って1ヶ月、もうちょい2ヶ月とかあるのか。今日ぐらいで、まあまあ毎週1回みたいなとこずっと、まあ、継続的に通ってくれてるか。そういう人たちが打った時にさ、なんか一応先生立ててくれる中で、なんか俺としてもちゃんとこの場所を作っていかないとなみたいな思いはまあめっちゃ強いですよね。そういう人が、なんつうか楽しめないっつうか、こいつこう弱えからみたいな感じで排除される場所にすると、なんか本当にクソみたいな場所になるなって思っていて、そういう意味でなんか責任感はね、めちゃめちゃそういう人と出会うたんびにめっちゃ強く感じるよね。あ、だから本当普段仕事してる人とかはなんかその忙しい合間を縫ってね、あの来てくれてるわけだから。いやそうね。まあしかもさ、言うてもまあ俺と深沢のさ、俺ら33、34の上の人の方が多いやん、うん、そうですね。今いる生徒の人ってさ、まあ、少年部はもちろん違うけど、大人の一般部の人ってもうほとんど半分、全然半分、8割、7割、8割ぐらい上なんじゃない。むしろ20代とか少ないよ、ね、そうですね。少ないよね、うん、少ない。するとさ、やっぱそれでさ、先生とかさ、深沢もさ、深沢さんとか深沢先輩とか言われるでしょ。そうですね。ね。ちゃんとしないといけないなって思います。マジでちゃんとしないとなって思う。一応先生立ててくれてさ、めっちゃ重いよね。そうですね。まあちょっとね、ぜひ今後もあの太田支部があのいろんな人が、まあ、楽しめる、まあ、居場所であってほしいということで。その通りで、あの今後に向けてのちょっと最後
え、抱負と言いますか、あの今後の目標。今後の抱負はですね、お願いします。今後の抱負はですね、道場は、まあ、さっき言った通り、まあ、今深澤が言った、まあ、居場所とか、まあ、うちの道場はなんていうかスポーツ業とか教育とかってよりは、まあ、コミュニティ運営がメインだと思っていて、まあ、なんかこのコミュニティの中でみんなが、まあ、空道っていうツールとして、まあ、道場君もね、我々は空道の修行を通じっていう言葉から始まるので、まあ、空道はあくまでもみんながなんかこうつながるための、まあ、道具って言ったらちょっと塾長怒るかもしれないけど、まあ、道具というかツールであるというふうに思ってるんで、じゃあそれをツールとして使った時にこの場所がコミュニティとしてなんかみんなのによってどういう場所であってほしいかって思った時に、まあ、ずっと考えてたのは、まあ、なんかのこう逃げ場になるような場所になってほしいなっていうのをずっと考えていて、まあ、仕事忙しくても練習行けばなんか気持ちよくなれるやとかね、家とか仕事もダメで家でもちょっとなんか家族ちょっと仲悪くてなんかちょっと居づらいんだけども、まあ、道場に来ればちょっと気持ちが楽になるとか、まあ、子供たちもね、親にも、まあ、元気な子時はいいけど、正直親にも言えない、学校の先生にも言えない、友達にも言えないみたいな時にあった時に、まあ、道場に来たらちょっと楽になるとかね、まあ、そういうなんか逃げ場になるような場所になっていればいいっていうのは、まあ、ずっと思っていて、まあ、そこをちゃんと、なんつうか体現できるような場所にしっかりとしていきたいなと思ってて、それは多分なんか特定のことを何かやるっていうことは、そういうことの積み上げがそういう雰囲気みたいな、あだし会話の中身みたいなところを生み出していくかなというふうに思ってるんで、そこはちょっと妥協せずに時間かけてやっていきたいなっていうのはずっと思ってますね。まあなんか正直競技だけやりたい人にとってはもしかしたらこういう考えだるいかもしれないけど、まあ一応武道の道場としてもやるって決めてるので、まあ、そこはちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、おっす。